株式会社淡路関空ラインは、兵庫県相本市の海運会社、淡路ジェノバラインのグループ会社である。一般社団法人瀬戸内海島巡り協会などが取り組んできた、相本港と関西空港を結ぶ航路の復活に当たって2017年2月に設立された。当初は2017年4月から運航を開始する予定であったが、 船員の確保が難航したことから就航は延期された。2017年7月8日に就航記念式典を開催7月9日から運航を開始した。所要時間は65分で、スモとインターチェンジから関西国際空港まで約2時間かかる高速バスの約半分の所要時間である。同航路は淡路開発事業団が運航していた。 つ本とパールラインは2007年3月31日に航路休止となって以来10年ぶりの運航再開となる。しかしながら利用は当初の予想を大きく下回り就航からわずか1年の2018年7月14日以降休航することとなった。この航路に関しては淡路広域行政事務組合から補助金4500万円が投入されており、 補助金の返還要求を運行を継続しても黒字化は困難などの意見が出ている。ありがとうございます。